皆さんこんにちは、タートルです。始まりましたタートルクッキング。今日はダイエット野菜炒めを作っていきます。用意するものはもうこうやってね、あらかじめに切った野菜、これをもうジップロックに入れとけばね、めちゃめちゃ簡単ですから。もうこの中にね、ピーマンやらね、人参、キャベツ、ニンニクの芽などが入っております。これに豚肉で作っていきますんで、いきましょう。この油をね、使いすぎるとカロリーめちゃめちゃ上がっちゃいますから、もうこうやってね、染み込ましたティッシュにこれでこうやって軽くね、油を引く感じです。もう油大さじ1杯とかやっちゃうとカロリー100ぐらいになっちゃうんで、まあ、ティッシュでね、軽く表面だけ油を塗ってあげるとカロリーオフです。はい、これでもう油をね、軽く引いたら出しておきましょう。はい、これにまずこの豚肉でーん、豚肉からいきます。はじめに豚肉切ってもいいんですけど、もう軽く炒めてね、あとハサミで直近っていう感じで。肉がね、よくひっついてますわ。これもこれ豚肉よく焼かないと当たっちゃいますからね。ここにあらかじめね、塩をね、塩ひとつまみ、これでもある程度焼けれちゃうと、ハサミで豚肉トッピンやっちゃいます。トッピン、これにもう野菜をね、ドカッと乗せます。あらかじめ切った野菜を、こうやってね、もう何種類か野菜切ったらめちゃめちゃ楽ですよね。よいしょ。こんな感じでね、ちょっと混ぜ混ぜしましょう。ここにまたね、塩をもう一度小さじ1杯入れます。塩入れるとやっぱり野菜の旨味がね、出てきますからね。はい、この野菜炒めってね、やっぱり究極な料理だと思うんですよ。っていうのもね、火が通り過ぎるとしなしなになるし、水分出ちゃうから、これ焼けてないんじゃないっていうぐらいでね、やめるのがベストです。じゃあもうちょっと味付けいきます。はい、砂糖2つまみ、はい、醤油、まあ大体大さじ1杯ぐらい。よいしょ、はい、オイスターソース、これがね、大さじ1杯半ぐらい、はい、素早く混ぜる。はい、終わり。はい、こんな感じになっております。これに最後にね、ラー油をかけます。といった感じで、タートル1本目クッキングはダイエット野菜炒めです。うん、ちょっと味見をしてみます。うん、早めに揚げたんでね、人参がちょっと硬いんですけど、ちょうどいいかなっていう。野菜炒めはね、究極ですね、本当に。もう時間と水分が出ないようにと、味を薄味で野菜を楽しむという感じになります。ということで、タートルクッキング1本目は肉野菜炒めでした。見た方はグッドボタンやコメントよろしくお願いします。